立川団喜び11月16日隊は、落語立川流所属の落語家、長野県上田市出身、本名、青木孝二。出林は、インザムード。株式会社はコール正社員、吉本工業福岡事務所、第1期、立川流 CE コース、同 A コースと、得意な経歴を持つ、長野県上田高等学校、駿台高福高等学校を経て、 慶応義塾大学経済学部経済学科卒業。慶応義塾大学在学中は落語研究会に所属していた。同研究会出身者唯一の演芸人である。また、同大学の3つテニスクラブに所属。1988年4月、株式会社はコールに入社、福岡支社に配属。福岡、佐賀地区担当の営業職についていた。 その後落語家を志し、芸人活動を開始。しかしお笑いとして、何の経歴もないまま落語家になるのは難しいと思い、作家の肩書きを手土産に落語の世界に入ろうと思い至る。こうして1990年4月、オーディション番組、劇から、お笑い面大使に参加。それがきっかけとなり、同5月吉本工業福岡事務所の一期生の、 オーディションに合格。カンニング竹山、博多花丸、大吉が同期に当たる。初代吉本福岡事務所長の芸人は本名ではなく芸名でという方針で働いている会社名からあやかり芸名をワコールは大きとする。こうして平日は会社員、土曜と日曜は芸人という生活を送る。年月ワコールを退社し、 吉本福岡事務所も退所。同年5月に、立川流 A コースに正式入門。前座名は、立川はコールとした。見習いから前座になるまで1年2ヶ月、前座としての仕事が与えられるようになり、長方がられるまで3から4年かかったという。通常5年程度だとされている、前座暮らしは、最終的に9年半という期間になった。2000年12月、2つ目に昇進。 立川男子の命名により、立川男喜びに改名。2005年3月、新内昇進。2006年3月、光層で25時間連続落語、25席を演じる。2010年4月、長野県作詞市で、柳田誠二市長からの依頼を受け、総合文化会館、コスモホールの館長に就任。落語会などを企画、開催した。 2013年2月、アカペラボーカルグループインスピとのコラボ、アカペラ落語の会を企画、脚本執筆、演出、上演。2019年12月、50歳過ぎでベンチプレス100キロ以上を上げる落語家として、サスキ出場の予定だったが、収録日当日が公転のため順延となり、翌日が事前に決まっていた仕事のため出場できず欠場となった。 ありがとうございます。